やはり残念ですね。やっぱ結果を見ると、まあ、やはりチャンピオンということ、1位ということを目標に、まあ、戦ってきたわけですけれども、やっぱそれに到達できなかったというところは非常に残念だなというふうに思います。まあ、ただやっぱ選手たちは試合ごとにしっかり頑張ってくれて戦ってくれて15試合ですけれどもよくやってくれたと思います。まあ、いろんなこうゲームがありましたけれども、やはりもったいなかったゲーム、それからしっかり勝ち切れたゲーム、そういったところをいろいろまたセカンドに向けてですね、まあ、天皇杯ありますけれども、よりセカンドのチャンピオンに目指すためにもっともっと選手たちと妥協せずに取り組んでいって、ぜひファーストの借りというところをセカンドで晴らしたいなというふうに思います。まだまだその甘さというところもありますし、これは我々スタッフも含めて全体でもう一回気を引き締め直してですね、戦っていきたいと思っています。ただまあ今日のゲームに関してはですね、力のあるチームに対して会う上で、まあ、最後は少し押し込まれましたけれども、我々らしい粘り強い守備から失点ゼロというところで勝ち切ったというところは、非常にまあファーストの最後としてはセカンドにつながるそういうゲームができたかなというふうには思います。まあ、セカンドも非常にこう短い期間しかないですけれども、もう一回しっかり自分たちの戦いをですね、見つめ直して戦っていきたいと思います。はい、いつも我々選手たちチームにですね、たくさんの熱い声援をありがとうございます。皆さんの期待になかなか応えられなかったですけれども、選手たちは皆さんの後押しのおかげでピッチで躍動し、しっかり戦うそういう姿を見せてくれています。セカンドステージは皆さんの期待に応えられるようにしっかりと我々取り組んで、必ずセカンドステージチャンピオンを目指して戦っていきたいと思います。なお一層これからも応援よろしくお願いします。